ね、ボスト、対策編を、進めていきたいと思いますけども、前回はですね、発生、原因と減少といったところで話をしました。なのでですね、前回を見てない方、前回、見ていただいてからですね、今回の対策編、見ていただきますと少なからずとも話がつながる部分もあるかと思いますので、ぜひそちらを見てからですね、この後を見ていただければと思います。では早速ですけども、このゴースト対策編、大きくはですね、皆さんに、3つのポイントで話をしていきたいと思います。で、まず第1点目がですね、水の供給、給水量をですね、極力絞って印刷を進めていってくださいねと。当たり前のことなんですけども、皆さん、本当にできているでしょうかといったところを再度確認していただきたいと。じゃあなぜ水を絞らなきゃいけないのかというとですね、水と陰気というものはですね、必要以上に、混ざり合ってしまうと過剰乳化という、現象が起こってしまうと。でそれによりですね、陰気の転移性が、悪くなるといったところからですね、このゴーストの、発生原因につながってしまうということが大きくは考えられます。大元の水元調量ローラー管の水隙間がですね、大きく、開いていますと、そこから上がる水というのがですね、大きくなってしまうと。ともなればですね、水を絞るといったところがもうスタートの地点から、できないということになってしまいますんで、その水元調量管の密封というのはですね、このように調整を確認してくださいという動画を見ていただきます。このように、水元調量管で、まず一番重要なのが左右が均一であるということなんですね。左右が均一であって、なおかつ必要最小限を組み上げていくといったところを意識するために、毎日、確認、していただくということが一番望ましいと。そうすることでですね、水の供給量を極力絞るということにつながっていくわけですけども、皆さんの今度現実オペレーションスタンド上での水の調整というのは、給水セット地で水の供給量を調整しているかと思います。その給水セット地というのはですね、どこから来ている数字でしょうかと、本当に必要最小限であるのかどうかといったところの確認をですね、昔ながらの考え方でいきますと、一番の理想はですね、この不合部分から汚れが発生するところと発生しないところのその限界点をですね、まず見極めていきましょうというのがですね、一番に、見られていた、部分ではあります。ただ、汚れる汚れないのその限界点を、維持していくというのは非常に困難なわけですから、その限界点から少なくとも汚れない部分プラス 2% ぐらいをですね、乗せた給水セット値というのが一番の必要最小限の水だといったところで印刷をスタートしていくと。そこがまずは水を絞るといったところにつながっていくということになります。で今度はですね、第2点としては印刷インカーの中の密封調整と。でこの密封調整というのは一般的にすぐ思いつくのがですね、印刷半面とインキ付けローラーの密封、これが一番初めにですね、頭に浮かぶかと思うんですけども、今回はですね、このゴーストといったところで見ていきますと、もちろん半面と付けの密封も大事なんですけども、インキ付けローラーとその上にあるフリローラーのこの2つの密封といったものをですね、話をしていきたいと。で、通常インキ付けローラーの上にあるフリローラーというのはですね、印刷地は左右に振りながら、そのインキ付けローラーの表面上に余ったインキ、もしくは表面に付着してしまった水をですね、左右に振りながら慣らすといったことを行っているわけですけども、その密封が細くなってしまっていると、その慣らし効果が薄れてしまうと。それによりスターベーションゴーストであり、リピートゴーストの発生原因につながってしまうということになってしまうと。でこのインキ付けローラーとフリローラーと密封確認というのはですね、従来はローラーを外して、そこから目視でニップゲージを当てながら確認をするといったところをやっているかと思いますけども、今のですね、コモリにはですね、最新のメンテナンスモードというものの中に、その
ニップを紙に転写して見ることができる、機能が追加されています。なのでまずはそのメンテナンスモード、こういったものですよといったところをですね、動画で見てみてください。まずは紙に転写してみることで、そのニップが、規定のニップに、決まっているのかどうかということを確認ができると。でそこからおかしければ、改めてローラーを外してですね、ニップの調整といったところに入っていくことができると。でこのメンテナンスモード、紙に転写することで一番いいこと、さらにはですね、左右のニップというもの、紙を折り合わせることでですね、左右のニップのバランスといったものを目視で確認することがしやすくなるといったところもですね、非常に、いい部分で見ることができますよと。で、3点目、そういったことができている上で踏まえてですね、最終的にはそのローラースタベーションゴーストといったものを軽減させるためにインキ付けローラーというものが、ゴースト対策ローラーといったものがあります。なのでこれを使って、その表面上を軽減させていくということを行っていきます。具体的にはですね、インキ付けローラー上の上にある先ほどのフリローラーですね、その表面上のインキを鳴らすということを実質的にはこれ半面上で行う。なんでその表面上の濃い部分と、絵柄のある部分との濃淡差をですね、左右に振ることで、目立たなくしていく、軽減させていくという効果を、生み出すことができます。はい。その他ですね、ローラーの、劣化、巻き替えせずにですね、劣化したローラーを使い続けることで起こってしまうことも考えられますし、資材の組み合わせ、そういったものでも、起こることは考えられます。そういったところも踏まえてですね、実際にゴーストが発生してしまうといったところを、プリンティングカレッジの応用コースではですね、皆さんに実機を持って、実際に印刷でこういった絵柄を使ってですね、その効果といったものを実際最終的にここまでいけるといったところをお見せしたいと思いますので、ぜひとも、受講いただければと思います。以上で、終わりたいと思いますけども、今回の内容が良かったと思っていただけた方は、ぜひともいいねというボタンと、今後、見ていただくためにですね、登録ボタン。で何よりも、何か、コメントがありましたら、コメント欄の記入を、お願いいたします。以上で、終わります。ありがとうございました。